男子ゴルフツアーの中日クラウンズ2日から4日間中日新聞社共催の公式練習とプロアマ戦が1日愛知県東郷町の名古屋 GC 和合 C6557 ヤードパー70で行われ前週の大会で優勝した桂川友人 25イコール国際スポーツ振興協会イコールがプロアマ戦のラウンド後に会見し、2週連続優勝へ強い意欲を見せた。2位に3打差をつける圧倒的な勝ち方で、ツアー2勝目を挙げた前週のイスプスハンダ欧州。日本トーナメントに続いて、今週は地元愛知県での大会。清洲市出身の桂川のモチベーションも高まる一方だ。 地元だし、期待を感じてますし、それに応えたい。2週連続優勝を成し遂げたいという感じです。会場の名古屋 GC ワゴ C は、ツアーでも指折りの技術が要求されるコース。飛距離が短いホールが多く、その分、フェアウェイが狭く、グリーンは硬くて速い。今日回ってみて、グリーンはよく仕上がってました。 調子はまあまあだと思います。このコースはいかにアイアンの精度を上げていけるかが鍵になると思うと勝利のためのポイントを挙げた。もともとショットの精度には定評があった。このオフから肉体改造にも着手して、167センチと小柄ながらドライバーの平均飛距離で3位につけるなど、飛ばしも手に入れた。最終目標は、米ツアーでの活躍。 今はそのための実力を磨く時期だと自覚している。先週の欧州ツアーの優勝で、欧州ツアーのシードを手に入れたが、安易に行くつもりはない。何が自分にとってベストなのかを考えています。もっと実力をつけたい。そのためには何をすべきかを、ゆっくりと考えたいと慎重な構えを見せる。アマチュア時代も含め5度目の挑戦となる和合で、 カツラ川がその進化を見せつける。